はい、どうも皆さん、こんにちは。さっきの続きですけども。さっきの続きですけどもね。まずね、鉄の鎧売ってるかな？ここ？あ、僕だよ。鉄の鎧ね。鉄の前から誰かから装備できるの？まあ、いっか。いくらでも鉄の前からけど買ってたよな。あ、鉄の鎧、鉄の盾あるじゃん。あ、そうか、そうか。鉄の鎧は持ってるんだ。思い出した。鉄の鎧は持ってますもん。鉄の鎧持ってたっけ？やばい、地方書になっちゃった。そうそう、鉄の鎧はもう持ってる。で、ミニア、ミニア姉ちゃんからもらった盾を捨てて、ミニアも、あ、そうか、ミニア、あ、そうか、ミニアも、なんだ、いきなりワープしたんだ。ちょっと進まないといけないな。ほらね、こんなんだろ。だから俺、いいかなと思ったんだよ。こう上がってどうするの？そうでしょ？まあ、そうなの。もうこんなもんだよね。木の帽子は最強なんだっけ？いや、まだあるよな。もういいや。ちょっと今回もうちょっと多めに持っていこう。これでいいわ。最高。はい、ごもうちょっともうちゃかしようぜ。ちょ、もうこのパートで、ちょっと前のパートで、あの大東大をクリアする予定がしてなかったから、今回は、もうクリアします。あれ？やだやどこ？やだやどこ？やだやだや。やだやわかんない。あった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 。高いだろうな。そうでもない。今んとこあそこ一番安いね。あ、ネイルかなんかだ。そういうの頭入っちゃうんだよな。その、値段は入らないけど、あそこが一番安いとか、そういうのを覚えてしまう。これよりこっちの方が安いとかさ。あ、ちょっともう。はい、ここ。もうセーブしようと思ったけど、もうどうせ何もしてないでしょ。セーブは、なんかあんまり几帳面にやりすぎたらやりすぎなんだよな。なんかちょっと装備買ったけど。セーブしとかよかったかな。でまあ死にはしねえし、これ右側から行くか左側から行くかでね、性格変わるんだよな。そうだよ、これ絶対わ、わかんないよな。マジでこんなに出るの？やったやばいね、ここやったーやったーやったー。これもう一回帰りますか。あら、鉄のせいになっちゃった。やったこれでもう5匹。やった。バカがなんかやってるよ。やった！マーニャがちょっとなんか
なんか覚醒しだした。しかも2階上がってとんでもない。ミニアちょっと頑張ってくれよー。あーミニアが、ミニア、あーミニアはダメだ。もう吟味しない。勇者もちょっとしょぼいな。次勇者か、頑張れよ勇者。次が、おしラリフォーマって何それ、なんか覚えたよね結構。なになにラリフォーマとリエミとか、一回入りますね。いや、これしょうがないでしょ。いや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 、マーニャがなんかすごいな。いや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 、俺これ知ってたらマーニャとミニアさ、わざわざあんなメタルスライムさ、ちょっとパーズ使って何あれしたんでしょ。収録外で、収録外でもよかったよな。あの盾売ってないだろ確か。あ売ってるわ。同級生一応持っとくから、キアリーグループいないんだよな一応持ってたら。おお100超え出したぞマーニャは。ダメな子が、なんでいきなり覚醒したりすんだよ。しかもここでトイレさ効いちゃうっていうね、上げすぎっていうか上がっちゃったんだよな。しょうがないよなこれは。何2つも使っちゃったの、マジかよ。もう一つ持っていけよ。もうあ全部使っちゃうんだ、ただのマジで。あそうだ5人だもんな。もう今度はあの行くよ。あリレミト、もうリレミトっていらないだろう。ミニアマーニャじゃないわ、あの2人覚えてるでしょ、ブランカと。3人ルーラーとリレミトいる、ルーラーってやっぱだから勇者とあのなんか魔法使いグループはリレミとルーラーなんだろうな。だから昔からそうなんだよ、ドラクエ3もそうなんだけど、いらないと思うけどな。もうめんどくさい。次ミニアちょっと強化だな間違いなく。主人公は条件があるから、もうある程度バッと戻る、あの、上がるからな。やったぜ。ですよね。なんか初めて逃げられたぐらいのレベルだよな。100発は空中で倒してたよ。もういいからいいから、回り込んでくるし。ちょっとチート使ってるから、前2人は全然防御力強いわ。俺発売当時もそうしたと思うよ。ううやてててうわ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 、あちょっと待てよ。ああそうだな、
もうどうせ逃げられるぐらいだったらこうしよう。ほら逃げたでしょ。でもせいせい投げてピャッていないってなんだ。やったこれで3匹か。帰るしかないね。申し訳ないけど。うわやっば。ミヤで頑張って。あミヤ上がらないの。わおわお。あれ何6も上がるの。あれマジで。じゃこれ帰らないでしょうがないでしょ。だってこれで死んだらどうするの。うわ。俺的にこういうの好きなんだけどな。だって10分11分でこんだけレベル上がってるわけでしょ。あそここんなに出るんだ。やば。まさかあんだけ出力率、あそこはね、出力率高いよ。ものすごい出力率高い。5匹に1匹ぐらい出てくるよ。もうここのさ、ここの、なんていうの、ここで到達するレベルじゃないよな。うわしょうがない。だからミニアーマーニャってないわ。アリーナのあの3人グループもういらないんだけど。ミニアーマーニャだけでも強いんだけど、なんか全部馬車にぶち込んどくけどね。俺はうん、めんどくさい。もうどっちでもいいんだって。めんどくさいもんだって。戦ってもいいけどもう、な、歯ごろメタリックあるのバカくさい。あ、1匹か。てかバカにしてしまうよね、なんか。これさ、逃げられたら、ほらさ、俺ね、精髄がパーになる。まあ、しょうがないんだけどな。しょうがない。だ今までが、運が良すぎたんだって。今までただ13分しか経ってないんだよ、これ。どんだけだよ。初めて上に上がれるんじゃないの。ハグメーターの巣じゃないか。ちょっとレベル、ああ4だといい。4だったらいい。どうしよう。これは帰らないでおこうか。ちょっとレベルが上がりすぎて困るっていうぐらいのレベルだよな。あーこっちかな。俺下から行くわ。普通これ普通なんだよ。あー、これ上がりかなんだ。こっちからだな。さすがにね、視聴者の人も一パートで、あーこっちも乗り換えだ、マジで。うわうわ帰るか。
ダメだこれ。満タンにしてこようぜ。もう倒せないじゃん。もったいないよな。あ、もったいないもったいない。帰るわやっぱり。もったいないもんこれ。ほら、こんなもったいない倒せてたのに。ほら、もったいないもったいない。今ね、2匹は間違いなかったよ。あー、帰るけど、帰るけど、あー、どっちが正しいんだろう。ちょっと行くか。よし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 、これ帰ろう。いらねえなあ魔法の先生。呪文もいらないから、いらないから。本当は外国検知とか現れたらドキッとするんだろうな。ドラクエなんだってこんなの出てきて、うわやべって思ったもん。あの骸骨の顔でさ、レッドリボンにもこんなんいるじゃん。知らないけど。あーでもこれ申し訳ないね。でも、もう帰るしかないでしょ。だってだって帰るしかないでしょ。まあ清水を、これさ、俺思ったんだけどさ、スドラクエ3、4、5とかも知らないけど、最終だけじゃん、あの、何の毒ゲストいるの。3もそうだし。で昔毒とか流行ったんだよな。間違えた。この3匹。あ、そっか、4パート目か。これで最後だな。っていうか、あのね、さすがにね、2パートを使ってクリアできないのかって言われるの嫌だからさ。そう、お前2パート使ってクリアできないって言われるの嫌だから、このパートでクリアしなきゃいけないんだよな。いかんせんちょっとレベルが鬼のように上がる。こんな18、17、16ってこんなやついらんよな。だからもう次さ、戻る必要ないじゃん。死ぬことはないしさ。で別に吟味しなくてもそのまま行っちゃう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 。で大統領あれなんでしょ。しかもさ、トエロスでこれ、ここの敵が出ないっていうの分かってなかったからね最初。あれ敵出ねえなと思って。結構出るんだよ出演確率ここ。だレベル10にやったらもう出ないんだよなここ。どっちだったかな、あの、ま、真下に行ったらいいんだよな確かな。まあいいからいいかな。あ、ちょっともうんじゃ、うーん、どうしようかな。まあいいやいいや。っていうか、お、100が2人いるぞ。ほら出た。普通もう一回なんか宝箱思い出して取りに来てるっていうレベルだよな。今から攻略しますよっていうレベルじゃねえよ。俺結構そういうね、ぬるゲーになるっていうの、そういうの好きなんだけど結構。あれ
あれは、なんだか、なんか、あそう、ラッコの盾かなんかなんだな。こっちが本編でしょうね。これ多分上の、こっち、右が正解だわ。あ、いいからいいからいいから。やばい、あと10分しかねえ。このパートでクリアしない。あー、でもどっちが正しいんだ、これ。どっちだ？あ？あ、ダメだ。ミニデーモンに出て話す、俺は。あっちが当たり。なんで逃げるかって、あ、逃げるんだったら回しようか。あー、てかもう無理。星を振る動かせない。ちょっと清水コーラ、あれしないと。どうせ逃げるんだと、星を振る。あれしたらいい。お、怖い怖い怖い。あ、バカか。あ、バカなんだ。もう一回話やろ。バカなんだな。あー、びっくりした。屍になったかと思った。どうしようかな。戦おうか。普通選ぶ自体おかしいよな。全力で投げてたじゃん、昔。そうだな、全力で投げろ。はい、終了。いやいや、美味しかったわ。いや、ここでちょっとね、低確率でもメタルスライム出るから、まあちょっとでもレベルね、5つでも上がったらいいかなと思ってたら、まさかこんなに。上があれでしょ。ああ、合ってるよ。もうめんどくさいな。ああ、やべ、ちょっと長めにやります。今日さすがに2パートで、え、何妥当だい、2パート使ってクリアできないのって言われたかな。いらない、いらない。くっそー。別にマングース取らなくていいじゃん、置いとくよ一緒。なんかこうね、宝箱閉まってるっていうのは嫌なんだよ。次また行った時にさ、わかる？あ、取り逃してるっていうのは思ってもわかるね。ただ清水を捨ててさ、それは取れないわ。あー、ちょっと小さなメタル出てこいよ。最悪だ。あー、いいこと思いついた。いいこと思いついた。ちょっと置いてくれ、どけって。いいか、どけって。まずね、ここにあったでしょ。これどけ知らん、捨てろ。捨てろ、捨てろ。しつこい。あー、多分ね、1階にいっぱい出てくるんだ。1階に、お、出た。どうしようどうしようどうしよう。怖い怖い怖い。あー、やばいじゃないか。あー、どうするんだよこれ。どうするんだよこれ。あ、ルカに聞いた。うわお。え、ブーグ100あるんだよ。怖っ。
怖い怖い。ちょっと待ってね、あっちも取っていくから。怖っ。あんちゃんあれできるじゃん。ちょっと待ってよ。あーでもいっかっていうか、一回メタルスラム出てこないかな。だから多分一回専用なんだと思う、あれは。で、捨てる。そう、きっちりきっちり取れていく。あ、これ？あ、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろあるんですよ、サムネタイム。はい、ありがとうございました。いろいろあるんですよ。いろいろあるからね。あー、これを手に入れたら、どれから行くかだよな。めんどくさいな。どうしよう。どっから行くかってやつか。あ、3つあるんだ。で、こっちから行きますわ。あー、当たりか。当たりだな。1周回る。おおおお、こういうの好きだな俺。やった、こういうの好きだ。あー、あ、ちょっと待ってよ。もうさすがに先生捨てるわ。いけるんじゃないの。わお、何装備してたっけ。羽根星か。羽根星女性専用なんだよな。わあ、これ面白いわ。これ一周回って正解じゃん。これ一周回らなかったやつはまた戻らなきゃいけないな。全然 OK だな。死ぬことないっしょこれ。ちょっと今日は延長でっていうか、大体30分までにしてるんだけど。今度は強いからな。あー、どうしようかな。どうしようかな。まずまずこうでしょ。どうしようかな。普通に戦って、普通に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 。ラリーフォーマーとどう違うんだ。まあもう普通に戦ってて。あ、そう、フォーマーで、こっちの仲間のくせにそういう力ダメっていう、なんでモンスターのするようなことするんだ。あー、もうめんどくさくなってきたな。どうしようかな。ちょっともう分かった。自分らで頑張れ。おお、いいねいいね。なかなか起点聞いたよ、今のいいよ。イオっていう話、あれが考えなかった。あの炎にイオを聞くと思わなかったしな。お、眠らせた？いいね。マジかよ。お、いいね、イオ、いいよ。え、ミネアそんな強いの？ミネアが倒しちゃったよ。やばくね？うわ、強い。これ多分あれだ。うおうおうおう。今ちょっと成長期だ。
待ってね。いろいろ見たいんだよ。じゃあやるか。ここサムネタイムにしようか。ここサムネタイムだな。羽根つき帽子か。どれどれどれ、これか。おお、いいねいいねいいね。よし。さーて、ボス戦も全然強くもなんともない。そこら辺の雑魚敵と一緒だ。あー、間違えた。もう鳥の声離さないで、すぐやめます。すぐやめる、すぐやめる。もう次から骨、骨っていうね。よし、ありがとうございました。俺です。